こんにちは。寺島よしきと申します。ということで。えー、朝かもしんないか。えっ、ー、と、おはようございます。あ、なんかあるよね。お目覚めの方も、お休みの方も、みたいなのあるよあ、なんて言うんだっけ忘れちゃった。おはようございます。お目覚めの方も、お休みの方も、頑張りましょう、みたいな。<laughs> まあいいや。えー、今日はですね、えっ、ー、と、乗り物、 に乗る系をやってみたいと思います。ああ、今なんか突っかかってんな。なんかそういうやつあったような。ちょっとこう空欄で開けといていいで、えー、乗る、降りるをね、表で書いてみたいんですけども。 んこれ埋まるかな乗る。乗り物に乗るね。降りる。んと、これ。まあ、表この辺までちょっと作りながらさ。バスに乗るって英語で言ってみて、で、頭の中で想像して。 バス乗る。で、バス降りる。想像できた。で、タクシーに乗る。想像できた。タクシー降りる。今言った4つって全部違う英語使うよね。っていうのが分かってるかどうかなんですけど、えー、その乗り物に、えー、立った状態で、で、これでね。乗れる。 かがまないと乗れない。さっきのバス、電車、乗る。ね。立った状態で乗れますね。釣りから捕まって立って乗れますね。立った状態で乗れる乗り物に乗る。山手線に乗る。 何使いますか ?get on ですよ。get on the train 電車に乗る。get on the bus バスに乗る。get on を使います。で、降りるは、get off これ、降りるですね。あ私一回だけ、えっと、 アメリカのバスに乗ってたときに、バスの、ここは向こうはほら左ハンドだからこっち、こっち運転手でさ、で、は一番端っこのこの乗ってたのね、あのバス、バスがこうやって、で、こう、こういう感じになって、こう席がこう、こうあってさ、こういなって、まあ、こういう、こういう、こういう感じで座れる感じね、こ,こ,こういう感じで座れる感じ。で、この乗ってたらさ、なんかあの、すっげえガラガラに空いてんのに、あの、アメリカ人3人が乗ってきて、 当時多分22、3歳だと思うんだけど、もうがたいのいい3人が乗ってきて、ひゅーって普通にこっちから入口が乗ってきてさ、ここと、ここと、ここに座って、この2人がこっちを向いて、えーと、この人はもう思いっきり俺のことを向いて、で、俺はね、あの、最初帽子かぶってて、で、こう普通に腕を組んで、足を軽く伸ばして、まあ普通に寝てはなかったけど、こう目をつぶってた状態だったの。いや、なんか乗ってきたなと思ったら、 その三人がめっちゃ空いてるのにめっちゃここにこうやって座るから、まあ、なんかこう、向こうとしては何か、何かし、何かしてやろうみたいな感じだったんだろうねっていうのは、まあまあ想像はできるんだけど、まあそれでなんかパンって帽子取られて、で、その時に言われたのが、その次のバス停に近づいた時に、これ言われましたね。get off! ちょっと降りようぜみたいな感じ。ね。 で、まあ、それで、あの、まあ別に、あの、その後普通に喋ったのいいんですけど、あの、別に、めちゃめちゃ大変な思いをしたわけじゃないんだけどね。えー、そういう時に、バスから降りるですから、えー、get off ね、使いますね。その時にあ、人生で初めて、あの、生の英語で get off を聞いたのその時でしたね。<laughs> そうち絡まれた時でしたね。まあ、いずれにしても。で、じゃあ、タクシーとか、自家用車とか、かがまないと乗れないやつは何ていうか、これはですね、 get into ですよ。get into.get into a taxi.get on a taxi って言わないよ。get on a cab って言わないよ。get into a cab.get into a taxi. で、逆 into の反対で get out of.get out of. え、これ、out of, out of じゃない get out of, out of, out of, out of ね、えー、と、 カタカナは無理だ。ア,ウラーアウロー。アロうん。ライル。何にしようかな。t でさ。t はさ、letter。手紙とかにしようか。ね。えー、この t。ね。えー、アクセント前にあるときね。ストラスが前にあるときね。letter じゃないよね。letter。ラリルレロになるよね。 This letter, this letter, this letter, ラリルルル系になるでしょあと、だっみるレド、レドね。えライターとかもそれ。ライターじゃないもんね。えライダーみたいな感じで、こう、ちょっと、えー、t が、ラリルル系になったり、ダディズズド系になったりする。だからこれも、この t が、アウトオブがセットになってるから、ア u t of, out of, out of. だから、アウトトトじゃなくて、ア u t of, out of ってこうね、えこう縮まる感じになりますけどね。get out of. ね。ギャラロブヒアとかのヒー、えラ、ー、ロね。なので、えー、アウトオブときちんと発音する必要はないんですけど、で、聞こえるときもギャラロブって聞こえちゃうので、えー、ちょっと、ここはね、くっつき感じでラリル系になるんですけど、まあね、これ、これ忘れもしないんですけど、えー、渋谷のある結構ないい店に、まあ名前出してる特に問題ないんで、ショーンっていうネイティブスピーカーがいて、で、もう一人、 えー、まあ、これは名前出さないですけど、今言って。で、三人で待ち合わせをして、ショーンと私ともう一人で、まあ、お食事というか、お酒を飲むっていう、えー、コロナ前なんもう全然前なんで、普通にもう、ざっくばらに行けるようなね、あの、なんかし、仕切りがあってとかじゃなくてね、普通にこう、ね。えー、で、皆さん、全員当たり前だけど、皆さんとか、俺も含めて大人な状態ね。ね、えー、みんなおと、あの、子供とかじゃないんだよ。で、俺がわざと聞いてみたの。わざと、ショーンに。 ションは基本的にネイティブスピーカーで日本語も喋れるんだけど、まあ基本的に英語。基本的に喋り英語なんですよ。で、わざと聞いてみたんです。あのさ、ゲあの、乗るとかあるじゃん、降りるとかって言って。で、タクシーに乗るって英語で言うときって、ゲットインとゲットイントゥってどっちがいいと思うで、ネイティブに聞いてみたんですよ。つまり、ゲット、 in the taxi っていうか、get into the taxi っていうか、ね。えー、もちろんこれもわざと言ってみた get on the taxi いろんなこと言ってみたの。ね。どれがいい、どれが正しい、綺麗な英語だと思うって、ネイティブに聞いてみたの。ね。そしたら酒飲みな、お酒その時、か彼は、あの、焼酎を飲んでたんですけど、焼酎をずっとくって飲みながら、ずーっとね、嘘じゃない、これ嘘じゃない。20分ぐらい悩んでんの。まず、これはないと。ギャロンはないと。get in the taxi?、Get into a taxi, get in, in. get into <laughs> って言いながらまたお酒飲んで、well, h a t s it、uh, which is correct? どっちがっずっと言ってんの。ね、それぐらい、えー、ネイティブスピーカーにとってもなんかこの辺は結構ちゃんとしてないんですけど、正しい英語は into です。で、その人もショーンも最終的には、あやっぱり一番綺麗なのは get into かなーで話が終わって、で、えー 正しくね、えー、グラマー的に正しいのはやっぱり、get into が正しいんだよね、語法的にはみたいな話をしたんですけど、だってそうしないと out of と into が反対語なんだからさ、ね、やっぱり、in だけだと get it, いや通、通じるよ。通じるよ、get in でも通じてるんだけど、in と out of よりも into と out of の方がさ、えー、反対語関係がないですよ。えー、なので、まあ正しくはこうなんですよ。だからネイティブでさえこの辺はちょっと埋まらない感じがするんですけど、まあ正しくはこういうふうになりますので、えー、電車に乗る。 ね、えー、それからまあタクシーとか自分の車ね、えー、セダンのね、えー、セダンの車に乗る、普通の車にね、えー、かがまないと乗れませんから、えー、そういう時はこういうのを使ってほしいんですけど、さて、じゃあさ、果たして、じゃ山手線乗ってくださいよ、っつって、えー。で、山手線乗って、二駅で、で、ここ着いたら、あ、じゃあ渋谷でもんでもいいですけど、渋谷、新宿みたいな感じでね。えー、で、まず、あ、新宿、じゃ新宿着いたら、ね、えー、そしたら新宿の西口出て、出てたら電話してとか、ね。 で、これでもいいや。あ、あの、関東の皆さん、こんにちは。ええー、と、九州の皆さん、こんにちは。えー、一応、山手線は有名だからいいよね。もう一つ有名なやつにし,してあげたい。と、横須賀線とか入れたらちょっと微妙。もういいか。<laughs> まあ、とにかく、えっ、ー、と、なんとか線を、あのー、に乗ってって、ほら、いい なんとか線に乗って、まあ、いいや、このね、横須賀線に乗って、品川まで行って、品川から山手線に乗ってっていうとき、乗ってって言うでしょ、日本語で。だけど、そのときはこれ全部使わないで。あのね、ここで言った、この表で言ったやつはわざともうこうやってやるよ。この表で言ったこいつらは、全部、こっちです。動作、動き、大げさにやるよ。大げさにやるとこういうこと。 おばあちゃんの手を握って、はい、おばあちゃん、今から乗るよ。これ、あの、電車と、プラットフォーム、あ、あの、ホームのことは、こう言いますからね。何番線とかの、えー、ホームのことは、プラットフォーム、F だからね、F。プラットフォーム、プラットフォームね。プラットフォームね。えー、ホームはお家になっちゃうかね。ね。この、ホームのところと、ちょっと間空いてるから、強制はい、行くよ。せーの、あ、右足出してよ。せーの、ドン。 この乗る動作。ね。えー、子供たちがわーって言って、はい、乗れね、バスに乗れ電車に乗れ乗る動作。この動作を表すんですよ、すべてで。タクシーが来たんだよ。はい、タクシー来たあら、はい、乗ってタクシー乗ってで、乗る動作。はい、一番最初に書いてこれ。乗り物を利用するという意味。つまり、山本線に乗ってっていう乗ってっていうのはさ、用意しょってこうやって乗ってって話じゃなくて、利用してっていう意味でしょ その時は take です。聞いたことない ?take 山の手ラインって。ね。get on 山の手ラインってあんま聞かないたろ ?take 山の手ラインって聞くでしょね。基本的に乗り物だ、まさにこれです。乗り物などを利用するの時は、基本全部 take を使ってください。ね。take 横須賀ライン、横須賀線に乗る。ね。で、その動作を表すとき。 ここにいて、次に来る電車には乗っちゃダメだよねで、えっ、ー、と、あ、来たあ、みんな乗ろうみたいなそういう動きを表す感じ。え、それが下です。な、基本的にはテイクを使うっていうふうに思っておいてくださいね。あ、あとこれね、ちょっと発音気をつけましょうね。ホームは通じないですからね。え、ね、アットホームのホームのお家になっちゃうので、プラットフォーム。ね。for F, F.、フですよね。プラットフォーム。え、これが、まさに、えー、電車。 の、え、ホームのことを指します。え、それから、車両のことは、え、これで大丈夫です。ね、え、なんか3号車に乗っているこの一つの車両のことね。え、車両のことは、カー、車。え、この、だからこういうことね。こういう電車がこうやって繋がってるさ。ね、え、この、このことは、この、この車両に乗ってましたのね。え、このことを、カー、車というふうに、え、表現して、この、このカーっていう。 なんかあの、一回聞かれたんですよ。えー、あれ、高校の先生かななんか英作文採点してて、えっ、ー、と、電車の車両のことをね、カーって書いてた人がいたんだけど、それって丸なのって言ってたんだけど、そもそも、丸なのかどうかじゃなくて、カーって言うんですよ。えー、そもそも論としてね。えー、なので、えー、それはそれで知っておいてください。いうことで今日はね、えっ、ー、と、乗り物に乗る降りるの話。から、まあ利用するは基本、まずはテイクがあってからの、えー、この4つの区別なんだよ、っていうことをお話ししました。ザラビア o フォト o ダイここまでのお相手は寺島よしきでした。また次回。 本日もお疲れ様でした。えっ、ー、と、ちょっとエンディングなんですけどね、エンディングはですね。 この表現をぜひ皆さんに覚えてほしいのと、そして皆さんにお伝えしたいなというのがエンディングでございます。読んでみましょうか。The infinite possibilities are just at your fingertips。どんな意味でしょうかっていうのをちょっと考えてみましょう。えー、まずですね、その前に。The infinite possibilities are just at 単語の最後が t で終わっている。寺島の t, t ね。手、の t ね。単語の最後が t で終わっていると、 その T 発音しないのでこれ「are just at じゃなくて「are just」「at」「your」「わかる just」「at」「your」「just」「at」「your」この「t」言ってないよね。ってことで「are just」「at」「your」「finger」 ここは単語の途中の t だから発音して finger tips って。っていうことです。まず発音はね。さて、意味はどんな意味でしょうか ?infinite possibilities ですね。無限の可能性って意味です。えー、infinite。Stress ここね。無限の可能性。 無限の可能性があなたのフィンガーってどこフィンガー、指でしょ、えー、フィンガー、指のティップスって何先っぽ、指先。いいですか無限の可能性がですねあなたの体だけじゃなくて、えー、このこの真ん中辺だけじゃなくて、えー、なんとですね、この辺だけじゃなくてですね、なんとこの手を伸ばした肺全部移して私を、この指のここの先、ここ、ここまで無限 の可能性があるここにまずここ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 にににここですよ無限の可能性があるんですよここに、ねだから。頭から顔から下から全部ここまで行って全てのこの指先まで全部ある。全部あるって言っんのこれ。だから訳すときは無限の可能性があなたには広がっているというわけですよ。それを The infinite possibilities are just at your fingertips. テロップ入れといて、無限の可能性があなたには広がっている。ね。あなたの指の先にまである。ぜひ覚えてほしいと思います。今日もお疲れ様でした。